ートの図書館をご視聴いただいている皆様、本当に本当にありがとうございます。この度この動画を見ているあなたも楽しめること間違いなしの新しいチャンネルをご紹介させていただきます。その名も記憶の言葉です。ハートの図書館と同じようにハートがジーンとしたり、心臓がドキドキしたり、そしてワクワクしたり、そんないつまでも記憶に残るような驚愕の雑学や実際にあった不思議なことに関する動画をこれからどんどん更新していきます。ご覧いただくすべての皆様に、そしてこの動画を見ているあなたに、感動していただきたい、ワクワクしていただきたい、衝撃的な雑学を知ることでいつもの生活にちょっとだけ刺激を感じていただきたい、そんな思いを込めてこれから更新していきます。記憶の言葉でお見せする動画のほんの一部でもあなたの記憶に残っていただけたら本当に嬉しいです。この動画の説明欄に記憶の言葉のリンクを貼っております。チェックしてもらえると幸いです。また終了画面からもチャンネル登録できるようにしています。登録していただければ動画を更新した時にすぐわかるようになって便利です。ただし注意していただきたいことがあります。記憶の言葉の動画の中にはハートがびっくりしたり心臓がギュッとなったりするような内容も含まれています。たくさんの方に見てほしいのは山々なのですが、もしもあなたがそのような動画を苦手とする場合は見ない方がいいと思います。これからもハートの図書館、そして記憶の言葉の動画で皆様に、特にこの動画を見ているあなたに、心から楽しんでいただけるように精進してまいります。今後とも変わらずに応援していただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。